スタートしまししままた。た。ッッシュは12番ボムポットが切りました内からは1枠の2頭1番、オメガキングダム2番、フェアクラウドそれから5番のデイムサンライズも中から出ていきます4番のウィレムスタットは馬群の中外目から11番のケンジョーそれから10番マリオ・ファーザなども上がっていって先団の争いは少し激しくなったところですが5番のデイムサンライズが先頭に立って1コーナーのカーブに入っていきます 5番デイムサンライズ先頭リード一馬身、12番のボムポッドが2番手で第二コーナーのカーブです。一馬身差10番マリオファーザー3番手、4番手インコース2番フェアクラウド。その外一馬身差11番ケンジョウ第二コーナーからバックストレッチ残り1200メートル。 1>, 1番のオメガキングダムが中段のインコース7番のミッキークレストがその外それから9番のラスクが徐々に進出していきましたここで前から56馬身といったところ2馬身離れて6番テリフィックプラン残り 1000m16 番フィールアライブをつけながらの追走です。 3、4馬身切れて後方は内3番、リュージュそれから外を通って8番、プレカーサ後方から5投目15番のアイアンウォール後方から4投目です内から4番のウィレムスタッド、14番、ミルトヒーローさ魚な百800切りました1分3秒7での通過坂を下りながら3コーナーのカーブ14番のミルトヒーローの後ろは4馬身切れて13番、フィフティーズ最後方600切りました3、4コーナーの中間です 5番のデイムサンライズ、少しジョッキーの手が動き始めて、12番ボムポット、並んでいきました、3番手、外から押し通しで11番、ケンジョー進出、それからバグンの中、2番、フェアクラウド、1番、オメガキングダム、楽な手応え、4コーナーのカーブから直線に向きます、あと、内から6番、テレビックプラン、外に出した、7番のミッキークレストの追い込み、先頭、変わって12番、ボムポット、ボムポット先頭ですが、外から7番のミッキークレストの伸び足がいい、200を切りました、間から1 1番、ケンジョー、1番のオメガキングダム、足をためていましたが、4番手、内から外に 切り替えて6番のテリフィックプランが2番手に上がってくるか突き放した7番のミッキークレスト快勝合輪2番手6番のテリフィックプラン3番手12番のボムポッドです7番のミッキークレスト直線追い出されてからの反応は見事でした